はい、それじゃあバフ入ったルシアンでナミルシやっていきたいと思います。録画しかし相手スレドラです。一隙がマジで強いからな、怖えな。さえ、チケってる。最初にブルワード、うん、ここに置くのどうなんでしょう。いや、強え、一隙。うい、この辺適当にやったからあんま思わんかったけど、強えな。ルシアンの連戦のコツは一隙をどんだけ相手に当てるかです。んー、なるほど。これだけです。めっちゃダメージ食らうやん、あの精神。バブリシャスあります。有害です。うまいか、ナイス。行くぞ、入った。あ、勝てるな。フラッシュもなくなったぞ、相手。うん、2人ともないね。だ、敵のジャングルが上だな。とりあえず、いや、行って、俺フラッシュインしたら勝てんだけどな、これ。いや、これ見てほしい。フラッシュインしていいかな。いいよ、押しても。組み勝ったの。かけてくるのはナンセンスだわ。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでーす。もうジャングルも勝ってる、ない。メリカル？ないか。ないないない。カマだから。カマか。うん。これでもさっきポイーンって出なかった。ね、うん。多分敵じゃない？敵のリリックじゃない？あー。どれも相手とか。簡単じゃん。さあ、今回もガンガンいきますよ。ガンガンいきますよ。今回初手アゼ戦にしたいと思います。死ぬわけにはいかない。いいね、アゼ戦。帝国の試合でもいいけどね。あー、でも最近バブル全然当てれないからな。いや、いい、いい、あの三隙が伸びてくる。あ、スローか。引き金などいらない。俺ボンになるわ。オッケー。はい。あ、俺もいけるわ、これ。え、これ敵？待って、俺何の味方？味方。お、俺、俺なんか今敵かと思ってちょっと J4 のこと確認しちゃった。の、の、の、俺なんかノックアップ？あれ、ドレイブの3かな？うん。ドレイブの3か。それかスレッシュの3好きか。だったな。はい、ナイスー。ナイスー。グレーブスミット。了解。トンブレイザー入ります。うい。400044。004。もうね、スキルを当てればいいってもんじゃないんですよ。あ、当てたら死ぬってことなんですよね、これ。帝国にします、やっぱり。オッケー。帝国アデセンでお願いします。ういーす。あ、もうあとちょっとで倍差になっちゃうよ。また？うん、やっぱもう強キャラしか勝たん。もうてかさ、今相手俺たちのスクライアブルーム使ったんやけど、勝手に。え、舐めてない？うん、ここはドキメ。なんかいいね、最近ガンク来たらガンク来たやつも倒せるから楽しいわね。もうじゃなきゃやってらんないよ、このゲーム。なんでジャングルだけガンクして好きにさ伺えるんやって話やから。確かに俺たちもガンクさせてほしいよな。うん、セレナにも平等にしてほしい、本当に。もう俺たちは平等だけど。いや、これスレッシュのせいで3-1って打ちに行けねえのダリーな。帝国入れてこうかな。まあ、あり。もう一個しかやろうや。うん。なんか。ん？コンビでも。倒せそうなんだけど。なんかグレーブス来ても俺バブル。うん。倒せそうだな。うん。倒せるんだけどな。いいか。
茶なし帰ろうや。うん、茶なし。いや、みんな下行くのか、これドラゴンファイトして。あれ勝手にしちゃおうかな。うん、しちゃおう。俺 AOE 二つもあるし。ステージのフックさえ避けたら勝てる。うん。なんならこれウルトからでいいや。フォーカスミスったやべ。大丈夫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 。フラッシュダウン。オッケー。警告入ってる俺。オッケー。ライブです。もう帰ってまーす。みちこだよ、いらないよ。死んでもらおうか。死んでもらおうか。君には死んでもらおう。さらばだ。マナがない。ミチコ。ミチコ、帰ってくれ早く。すまないな。ん？なんだ？あれ？あれ？ああ届かん。マナね。ちょっと失速しちゃったな。ね。あ、出せん、あ、出せん。いやー、ルシアンはマジ6個武器持ちてーなー。ドームレーザー、エッセンスリーバー、アイナボリー、知見、セルリダ欲しい。おい、ターフレット取ってんじゃねーよー。使った。オッケー。いや俺ウルト流しとけばよかったな先に。そしてやれたな。てかもうダーダイブしてんな。あ、これやれそう。よし、スレッシュのキレや。かわいそう、トリブ。うわ、おいしいかね。ナイスナイス。ヤミー、あれ下終わってない？大丈夫、俺が始まってるから。確かに全体的には始まってる。全然ミッド入りたいな、ね、スラップのお時間です。帰ります。はい。試合のテンポ早すぎてさ、俺全然カマ終わってないんだけど。まあいつか終わるやろ。うん、いや誰かそこにワード置いててほしいな。まだヘラルドやってるのこれ。うん、バブルナイスナイス、いいナイス。オッケー、もう終わりですこの試合も。終わりです。降参してくれてもいいんだよ。ダメだよ。ダメか。でも俺技覚えたからな。何？謎のキャラ解説入れるっていう。この試合めっちゃ相手のジャングル勝ってるよ俺。いいよ。まさか最速狙える？ワンチ？いいせよなら。ワンチャンあるか。9分。え、9分で1万か。厳しいな。強いな。まあ、でもあとちょっとでドライブの倍っていうことは確か。それはそうだ。なんかやろう。うん。さすがに波ルシだとな、なんか2人でやりきれないのがあるからな、キャッチできないから。そうなんやね。CG がね、まあ、その代わり機動力あるけどね、うん、俺の。確かに。こういうのも先に俺仕掛けてキャッチしといてってできるからな。なんかね、回収してもろて。
ナイス。惜しい。ヘルリダーがあれば。いやマジ最近手汗やばすぎて動かないとき焦る。さよなら。何やそれ。いやさっきからフラッシュ見せてないこのガリオ。ミスってるね。うん。アンコは。じゃあ。あ、終わった。終わっちゃった。これ解説入る。壊れちゃった。解説入るわ。ルシアのルシアの講座入るか。やないな。僕の方は録画停止停止。停止停止。なぜ解説入ります。はい、お願いします。確かにルシアンは喋ることいっぱいある。今6000段上げです、まあ、コンボたくさんあるもんね。シンプルな。そうそうそう。じゃあコンボやるか。まあコンボっていうコンボじゃないけどな、別に対して。まあ一応ね、ルシアンの解説動画でも基本的に解説動画出てるんで、まあ、解説動画見てもらえばいいんですけど、まあそういうめんどくさい方向けにね、ちょろっとめんどくさい方向けにちょろっと紹介しますわ。うん。まあ一番ルシアンに大事なのは、はい、あの AA キャンセルをスキルで入れることですね。なんて言うんだっけあれ。いいのか、AA キャンセル。パッシブでしょ。パッシブの AA キャンセル。そうそうそう。まあスキルで全部 AA がキャンセルできるから、うん、そのキャンセルをすることで、あと一応3がすぐ AA をリセットできるから、うんうんうん、まあ、231って打つのが一番 DPS は出る。なるほど。だけど、まあ、でもブリン、結局ブリンクは状況次第だもんね。ブリンクを最初に使うメリットは、うん、ブリンクが返ってくる最初に使えば、まあまあね、うん、そう、まあ、なんだけど一番早いコンボはこれだね。やっぱ3隙にこうリセットが入ってるから結構やりやすいんだよな。3から入る、2から入ると、まあ、3から入るんだったら3、1、2、ちょっともたつけど、やっぱ2、これに比べるとやっぱ速度は違うけど、まあブッシュインとかでするんだったら2から入る、移動速度ももらえるし、だけど普通に仕掛けるときは3、1、通常1、1で2で、まあ移動速度上げて下がるとか、フルコンボ入れるんだったら3、1、2で移動速度上げた状態で売ると。で俺がよくフロートベルト持ってると思うけど、まあ、フロートベルト使うと、まあ、何が起きるかっていうと、まあ、3からのブリンク距離がマジで伸びるから、3を、まあ、そのままキルライン、キルラインがめっちゃ広がる。結局、まあ、3、2、1を使い勝ってすぐ AA を入れる、これですコツは。であとセルリダ最強なんで、セルリダは持ってください。もうウルトが全弾当たるようになりますぐらいかな。なるほど。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ルシアンありがとうございました。ルシアンマジで連戦見てもらったら分かると思うけど、1スキがマジで強いんで使ってみてください。使ってみてください。はい、ルシアンありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。